タートルアン湿地特定経済区は、ラオスの経済特区の一つ、ビエンチャントに位置する。総面積は365ヘクタールで、観光自然文化都市を建設する計画である。タートルアン湿地特定経済区園系タートルアン、湿地特定経済区2015年10月撮影上会の、不動産企業である、ワンフェン上海リアルエステートカンパニーがデベロッパーである。 資本金は16億ドルである。2011年11月28日に、プロジェクト開発合意、PDA を締結、同日特定経済区として合意された、ナンバーワンさん、せず、総面積は365ヘクタールである。365ヘクタールの面積に12兆8000億、キープを投資し、観光自然文化都市を建設する計画である。 うち62ヘクタールは干渉区として保全するとしている。開発は一自然公園、グリーンゾーン、花園、公園、二遊水地と排水施設、3道路とゲート、4スポーツセンター、商業センター、サービス、5つ星ホテル、百貨店、エンターティメント施設、五居住区、戦勝記念や国家の文化に関する観光施設、オフィス地区、排水処理、 ゴミ処理施設を行う計画である。ありがとうございます。